こんにちは、カズライダーです。だいぶ気温が高くなってきて、やっとツーリングシーズンだなっていう感じがしてきました。バイクでツーリングしてると景色がいいところもあるので、写真撮ることも多いと思うんですけど、バイクと風景のみの写真が多くなると思います。せっかくいい景色なんで、自分もバイクと一緒に入って写真を撮りたいなって思うこともあるんですけど、ソロツーリングだとなかなかそういうことって難しいです。そういう時に三脚があればバイクと一緒に写真を撮ることもできるんですけど、三脚を持ち運ぶって荷物にもなるしハードルが高そうですよね。そんな時はバッグに入れれるサイズのミニ三脚を持ち運ぶと、自分もバイクと一緒に写真を撮ることもできるので、ツーリング先での撮影タイムも楽しめると思います。私が使っている三脚はアオカっていうメーカーのミニ三脚なんですけど、このアオカっていうメーカーは中国のメーカーみたいです。最近中国の三脚メーカーも品質も良くなってきて評判もかなりいいみたいなので、今回この三脚を購入してみました。私がツーリングに持っていく三脚に求めてたのは、折りたたんだ時にコンパクトになること、軽い、組み立てや展開が簡単、展開した時にそれなりの高さが出る、あとは安定性ですね。これらを網羅した三脚をずっと探してたんですけど、このアオカのミニ三脚はかなり良さそうだなと思っていろいろ調べてたんですけど、結構いいなって思ったんですね。このミニ三脚はカーボンでできてます。10層カーボンみたいで、それなりの耐久性もあって、なおかつ軽いっていう、かなり助かる仕様です。折りたたんだ時のサイズなんですけど、本当にペットボトル1本分ぐらいのサイズで、かなりコンパクトに畳めます。このぐらい小さいとバッグの中のスペースもあまり取らないので、持ち運ぶのも苦になりそうもないですね。やっぱりコンパクトで軽いっていうのは正義なので、バイクツーリングだけじゃなくて普段のお出かけとか、まあ例えば登山とかっていうところにもかなり効いてくるんじゃないかと思います。あんまり重たいと持ち運ぶのも面倒くさく感じてくるし、だんだん疲れてきちゃうので、そのうち使わなくなるんじゃないかなっていう気はあったんですけど、これだけ軽いとほとんど気にならないし、気軽に持ち運べるので長く使えそうですね。あとは展開もすごくしやすいです。足を伸ばすときはそれぞれの足の付け根のネジを緩めて伸ばすだけ、伸びたらキュッと締める、ただそれだけで展開できます。レバータイプだと一つ一つレバーを解除して、伸ばした後にレバーを止めていくっていう作業があるので、個人的には少し面倒くさいなと思ってたんですけど、このタイプだと一度にネジを緩めて全部伸ばしてネジを締めるだけっていう、結構手軽に展開できるなって感じます。足の開き具合は3段階あって、狭い、中くらい、全開みたいな、そんな感じのがあります。根元の爪を一旦ロック解除して、足を広げてちょうどいいところで爪をかけるっていう感じにするんですね。こうすることでしっかりその場で固定されて足の開き具合を調整することができます。高さを出したいときは一番狭い状態で足を広げて、もう少し安定感が欲しいなっていうときは真ん中、ローアングルで撮りたいなっていうときは足を一番広げればかなり低くなりますので、地面スレスレから見上げるようなアングルっていう撮影もできます。高さが欲しいなっていう場合は付属のポールがあるので、それを取り付ければもう少し高くなりますね。一番高い状態で確か70センチぐらいだったとは思うんで、ね、そこまで高くはないんですけど、このコンパクトなミニ三脚でそのぐらいの高さが出せるっていうのはかなりすごいんじゃないかなって思います。ただその高さにすると風が強い時は煽られて倒れそうな気がするので、ちょっと注意が必要ですね。あとは展開しないでもそのままで自撮り棒的な使い方もできます。軽くて細いので足の部分を持ったまま自撮り棒のような感じで撮影することもできるし、自分を撮らなくてもビデオグリップのような感じでカメラを取り付けたまま構えて撮影するっていうこともできそうですね。結構持ち運びしやすそうだなと思ってこの三脚使ってるんですけど、やっぱりかなりいいですね。バッグのスペースに入れとこうかなっていう気分になるので、
バイクで出るときは常に持ち出してます。使うときの展開も早いので、撮りたいなって思ったときにさっと出せるっていうのも面倒くさくならないポイントの一つです。あとこの三脚はアルカスイス互換のクイックシューがついてます。なので手持ちのカメラやホルダーにプレートを取り付けると付け外しが簡単にできます。それに合わせてアルカスイス互換の形状に合わせたスマホホルダーもついてます。自撮りするっていうこともない人もいると思いますけど、撮影するときにカメラを固定すると綺麗な写真が撮れたりすることもありますんで、そういうときも三脚があるとかなり助かります。まあ、ただこのミニ三脚の特性上軽くてコンパクトなので、大きいカメラをつけると安定性に欠けるかもしれませんね。スマホやコンデジ程度がちょうどいいのかなって思います。付属でスマホホルダーもついてるぐらいですからね。おそらくメーカー側もそういうことを想定して作ってるんじゃないかなって思うんですけど、ちなみに私はスマホホルダーは付属のものではなくて、もともと使ってたウランジのこのスマホホルダーにアルカスイス互換プレートを取り付けて使ってます。付属のスマホホルダーは金属製で作りはしっかりしてるんですけど、バネでクランプするタイプなので少し面倒くさいなっていうのがあって、このウランジのタイプはネジで締め込んで挟み込むタイプなのですごく使いやすいです。スマホを挟み込む部分が少し前側に出てて、後ろ側のプレートとの間隔があるのでスマホリングを取り付けてても邪魔にならないんですね。使い心地がいいので私はウランジのスマホクランプを使ってます。だけど付属のスマホホルダーもかなりいいですよ。精度よく作られてて、取り付けプレートを必要としないでそのまま三脚にセットできますからね、かなり使い勝手いいんじゃないかなって思います。ちっちゃい三脚に1万円ぐらい払うってちょっと高いなっていう気はあるんですけど、実際物を見てみるとかなり精度よく作られててしっかりした三脚だなっていう感じがあるので、このぐらいの出来だと1万円払ってもいいなっていうぐらいの作りです。この私が使っているミニ三脚と同じような形でもう少し長いタイプもあります。こちらになると足も大きく開いて高さもあるので、いろんな構図で撮れたり三脚自体の安定性っていうのも増すと思います。ただ少し長いので持ち運ぶ時のバッグの大きさっていうのは限られてくるとは思いますけど、どちらも軽くてコンパクトな三脚の部類なのでツーリングに持ち運ぶには適してるんじゃないかなとは思いますね。これらの三脚の商品リンクは説明欄に貼っておきますので、気になった方はぜひそちらも見てみてください。ツーリングに三脚を持っていきたいけどなかなかいいのがないなって思ってる人はぜひ参考にしてみてください。参考になったって人は高評価とチャンネル登録もお願いします。それではご視聴ありがとうございました。